はい、皆さん。札幌山の会の真下誠二です。ウェブによる、クライミング研修、初めての試みです。どうなるか。まず最初に、岩研修伸びたんで、ウェブでちょっとやってみようかっていう話ですけども、場面は、小樽赤岩でよくやるフリークライミングの、ショートピッチ、マルチピッチなどの場面を想定して、初心者対象にですね、まずどんな道具がいるんだ、その注意する点は何なんだっていうとこから始めて、まずスタートは、ハーネス。まずここを履くことから始めたいと思っています。ハーネス。安全ベルトですね。まず、3つほど注意点がありまして、まず第1は、全部体にフィットしていることなんですけども、腰に合わさっているかどうか。これね、間違えないようにつけまして、ずりずりずりと上げていって、ウエスト。ここのとこはウエストベルトっていうんです。腰骨ではありません。ウエスト、腰のお腹の一番くびれたところ、それがウエストなんで、そのベルトです。だから腰、お腹の一番くびれたところに置きます。そして、結構きつめに、ゆるいと遊びがあってですね、起きた時に、体痛めることなんで、ちょっとお腹、グッてやって、グッて、っていうような感じで持って、で、末端をですね、これセットするとこありますんで、きっちり入れます。で、これで、まず、ウエストベルトは OK です。2番目、注意する点、なんだっけな。これですね。レッグループ。レッグっていうのは足ですね。足のループ。これが大きせず、小さすぎず。足に、それなりにフィットするっていう感じ。じゃあ何がもっとフィットしてるのかっていうと、よく言われてることが、あります。それは、手のひら。これを入れます。グリッと、ハーネスと太ももの間に入れると、手のひら1枚がスッと入る。入るねっていう感じ。これが適当な、大きさです。よく言われてます。なぜかっていうと、この手のひらが入んないキチキチだと、足を動かしたとき、すれてなかなか動きが大変です。そして、それ以上大きいと、墜落したときに、やっぱり遊びが大きすぎて、怪我がする。あちこち行って怪我がする可能性があるんで、手のひら1枚入る程度。そして、さらにですね、このレッグループはハーネスで2種類売ってまして、1種類はですね、1種類はこれそうなんですけど、太さを調整できるんですよ。だから足の太い人は、太もも太い人はこれちょっと長くする。細い人は短くして調整する。あるいは、寒い時にちょっとした厚手の、ズボンを履くなっていう時に、ちょっとこれを広くしたいっていう時にも役に立ちます。で、最初からその機能がないやつ。それはもう、私はこうやってぴったりよっていうのはそれを買っても OK です。どちらでもそれは OK です。で、このウエストベルトをしっかりする。それからレッグループを合わせるっていうことが、ポイントの2つです。3つ目何だったっけな。あと3つ目はですね。名称ですね。ハーネスのとこの、このさっき言ってた、ウエストベルト、レッグループ。これ、ビレーループです。これはですね、ビレーループっていうのは、ビレーをするときに、加工機を、セットするところです。で、これもですね、ちょうどお腹の真ん中に行きます。ロープで引かされると持ってかれますから、脇にこれ持っていったら、こんなになって、おかしくなるんで、まっすぐ引かれる位置に、ビレーループがあって、そこに加工機を使う。で、使わないときには、
ここに収納します。ギアラック。収納場所、ギアのラックです。収納場所です。これギアラックって言って、いろんな、今使わないものはここに置いて、この次使うときはここから外して使うというのはギアラックです。それからね、何だったっけな。ビレーループですよ、ギアラック。それからビレーループです。ここで2箇所穴があって、これはタイニングループって言うんですけども、まあ、これはまた後から出ますけども、ロープをこう結ぶときに、この2箇所あって、下から通して、上に通して、まあ、あと8ノット結ぶんですけども、そうするとですね、なぜいいかっていうと、押したときに、ロープを離れますけども、中心点を維持したまま上に行きます。これがですね、この輪っこがなければ完全にこっちに行ったり、こっちに行ったりして危ない形になりますんで、必ずロープを取るときには、このタイニングループ、下と上を通す。これがタイニングループですね。あと、ギアラック。まあ、そんなとこですかね、名称ね。うん。まあ、あんまり複雑でないんで、まあ、登山用具店なんかに行って、ハーネスをくださいって言っていいですね。店員さんも、ハーネスと言われてもいろんな種類があって、冬山でもって、いっぱい着込んだ時に、つけるハーネス。しかも、冬山だから滑落といってもそんなの極端な押し方しないんで、まあ、滑り止めするぐらいのハーネスっていうのはまた、別途、存在しますし、あるいは沢登りだと、沢登りはそんなにですね、ゴロゴロ落ちるってことはあんまりしないんで、ちょっと止まるぐらいなんで、割と幅の狭いやつがあったりします。いろんなハーネスがありますんで、まあ、買うときもですね、海外行ってフリークライミングやりたいんだとか、まあ、なく札幌で、みんなと一緒にクライミングしたい、その時のハーネスを探してるんですよって舞台で店員さん、あ、それはこの種類ですって分かりますんで、そんな買い方をしてみてください。あとは何だったっけな。まあ、時間が長く、あとはウエストベルトですね。今、賞味期限に耐えるようなんで、結構幅が広くてですね、ポンと押してもこれ、ここのところ優しく衝撃がかかるっていう、まあ、2万円ぐらいする高いやつがあります。これは安くて5、6年前に買っても、6000円ぐらいで安く手に入れたやつですね。まあ、いろんな種類あるんで、よく選択して、いろんな人方の話を聞いた上でですね、買ってみると損はしないと思います。まあ、時間がなくなるんで、今日は、まず第1弾目、これぐらいで、終了して、次回は、まあ、クライミングシューズ。その次は、まあ、格闘機の各種、いろんな種類とか、そんな風に進めてきたらなと思いますので、今日は、とりあえずこれまでにします。ストップは、これから。